はい、おはようございます。全然声が出ない、やばい。本日は朝からリビングで撮影をしております。今日は何の動画を撮っていくかというと、今から表参道に行こうと思ってます。動画だと初かな、プライベート含めると結構久しぶりかな。最近ね、東京グルメいろんなところを紹介して、下町の商店街だったりとか、人気スポットの新大久保だったりとか、結構いろんなところ回ったんですけど、今回はおしゃれな街に行こうじゃないかということで、表参道に行きたいと思います。あとは最近の毎日メイク紹介してくださいみたいなコメントとかも来てたので、今回は最近のメイクを紹介しつつ動画を撮っていこうかなと思っております。なので私のメイクに興味がない方はスキップしてください。そんな感じでね、今日はやっていきますので、よかったらぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは本日の動画スタート。1個ね、みんなに先に謝らんといけんことがあって、何をとちくるったのかさ、朝から洗濯機を回しちゃって、めっちゃガタ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 音が入っとうと思ったけど、気にしないでください。朝なのでね、洗濯機回すよね。扉閉めてもね、横だからね、ガタンガタン聞こえるんだ。そんなに広い家に住んでるわけではないので、で早速なんやけど、ちょうどね最近買ったものがあるので、それをねちょっとね紹介しようかなと思って、一番最初に使うものが最近買ったものなんですよ。今撮影してるの11月なんですけど、11月といえば皆さん何でしょう。そうです、クリスマスコフレのシーズンでございます。いろいろクリスマスコフレ見てて、何が欲しいかなと思って見たんだけど、これはね買っておくべきじゃないかっていう、ものすごくお得なものを私は見つけてしまったので紹介したいと思います。こちらですね、コスメデコルテのリポソームアドバンストリペアセラムパープルリボンセット2024なんですけど、パッケージがさ、まず可愛くない？ホリデー限定っぽくてさ、開けるね。すごい、リポソームっていう導入美容液の原品と、この上がね何なんだろう、最近新しく発売されたリポソームアドバンストリペアアイセラムっていうやつ、目元用の美容液が 8ml と、あとはリポソームアドバンストリペアクリーム 20g も入っちゃうよ。原品 50g なんだけど、それの約半分、結構でかくない？やば、原品これはサンプルサイズ、めちゃくちゃお得やなって思って。リポソームの原品、これパッケージ可愛いですよね思って、ちょうどリポソームがなくなったんよね、このタイミングで買えたので、めちゃくちゃちょうど良かったです。さっき顔を洗ったので、今からスキンケアをしていくところなので、これをね今日は使おうと思います。めちゃくちゃメイク動画久しぶりすぎてドキドキしてる私、今撮れるかなちゃんと。3プッシュかな、3プッシュ出して、もうね、これがないとね、私はね、生きていけないです。っていうぐらいね、リポソームは大好きでね、ずっと愛用してます。これからも愛用し続けると思う。最近さ、寒くなってきてさ、乾燥がひどかやん。なので、ワセリン塗ろうかな。ワセリンのリップクリームですね、これ。メイク前に塗っとくと、メイクする頃にはいい感じに馴染んでくれるから。スキンケアのシーンいる？みんなガチで毎日メイク全部撮ったらさ、多分尺がそれだけで20分とかいくけんさ、とんでもないことになるよ。何の動画ですかっていう話になってくる。目元用の美容液ちょっと使ってみようかな。これ初めて使う。普段はこっち使ってます。コスメデコルテの IP ショット、すごいなんかサラサラ、めちゃくちゃね馴染みがいい。やばい、ちょっと久しぶりすぎてなんて言ってデビューしたらいくかわからん。待ったやつはほうれい線のとこにもちょっとつけとこう。いい感じ。ベースメイクはね特に変わってなくて、今回ポイントメイク中心に紹介したいので、ベースメイクまでスキップしますね。ベースメイク完成しました。ポイントメイクね、やっていこうかなと思います。めちゃくちゃね、緊張してる。どうしよう。昔さ、メイク動画撮ってた時にめちゃくちゃカメラ寄せて撮影してたんですよね。過去の動画見返したんだけど、私はなんでこんなに肌が汚いのにこんなにカメラに寄って撮影ができてたんだろうって、自分がやってた行動が非行に見えて。すごい神経ずぶといやつやなと思って。なんでこんな顔を全世界に発信できてたんだろうって、もう自分の行動が不思議で不思議でたまらなくて。なので、あんまりカメラ寄れないんですけど、できるだけね、ちゃんとね、伝えていこうかなと思っております。アイシャドウはね、最近はこれを使ってるんですよね。ディオールサンククルールの653番です。これが、
8月に伊勢丹であったイベントで買ったやつなので、今は買えないと思うんですけど、イベントがあった時には販売されてると思います。これのね、お気に入りポイントが、メインカラーこの色でつけていくんですけど、この色とこの色が結構ラメ感があるんですよね。どっちかをアイホール全体に入れるんですけど、これどっちを入れるかで結構雰囲気変わるので、今日はピンクメイクしたいなとか、今日はオレンジメイクしたいなとか、気分に合わせてカスタマイズできるってところが気に入ってるので、これを使ってるっていう感じですね。そこがお気に入りポイントでございます。ちょっとだけ夜ね、右下の色を目の際から二重幅に向かって入れてきます。これ注意なのが、入れすぎるとまぶた腫れてますみたいな感じになっちゃうので、この色はあまり入れすぎない方がいいです。結構可愛くない？オレンジブラウンみたいな感じの色です。この間ニュース見ててすごいびっくりしたんだけどさ、11月の中旬ぐらいにこれ撮影してるんですけど、1月に発売される春コスメの速報が出とってからさ、 RM 系のやつは見たっちゃけどさ、まだ冬来とらんよと思いながらさ、毎度毎度美容業界に対して思うんやけどさ、もう季節がさ一歩先に行っとうやん。アパレルとか美容系はさ、本当にね、いいよねと思うの、毎回。はい、こんな感じですね。次に中央の色をね、目の際に入れますね。この色は締めるっていうよりも淡くて抜け感がある色ではあるので、普通の締め入れよりも若干なんか広めに入れても大丈夫だと思います。こんな感じかな、入れた感じが。今上の目の際にだけ入れて、眉毛が変じゃない？私なんか今日なんで変なの。あと下まぶたの目尻3分の1ぐらいにも入れときます。で次にですね、今日はちょっと大人っぽい感じにしたいので、ピンクメインにしようかな。なので左下の色を涙袋に入れます。可愛くない？これ、大きめのシルバーラメが入ってて綺麗なんですよね。感じで入れて指に取ってもらって、上まぶたのアイホールにも入れます。同じ色、はい、こんな感じ入れまして、左上の白をね、目頭に入れます。うん、こんな感じです。マスカラとかアイライナーとかは使ってるやつ特に変わってないので、アイライナーはねクレドポーのやつ使ってきます。2番のブラウンだね。長めに入れるかな、アイラインは。マスカラはアディクションのやつですね。はい、アイメイクはこんな感じで完成しました。チークはね、これを最近は使ってます。ヨールスキンルージュブラッシュカラー&グローの457番。これ結構オレンジ強めじゃないですか。でも、乗せると意外とそんなことなくて、2色混ぜて使ってきます。乗せるんだけど、わからんくない？こんなに色濃いのにわからんやろ。私もね、買う前はね、結構きついかなとか思ったんだけど、意外とね、発色しないっていうか、そんなにこうオレンジバーンって出ないんだけど、右側のハイライトがね、いい感じに効いてるから、ちょっと艶っぽい感じの仕上がりになります。ハイライトはずっと変わってないんですけど、クレドポーのル・レオスール・デクラの201番使ってます。これは一生なくならないんじゃないかっていうぐらいね、ずっと減らないんだよね。ちょっと高い位置に乗せていって、さらに私の微妙なこだわりなんだけど、ハイライトをここと鼻先に入れてるんですよね。いっぱい色がある中のこのピンクを入れます。このピンクだけをちっちゃめのブラシに取って、ここ入ったの分かるかな。反対も同じように鼻先にも入れる。リップがね、 RMK 使ってます。ユーイメルトリップカラーの8番です。オレンジブラウン系のカラーなんですけど、これねめっちゃ可愛くて好きです。食事しても比較的落ちにくいと思います。ピントほどではないけど、こんな感じの色です。最近のいつもの顔に仕上がってきてないだんだん可愛くない？この色秋っぽくて好きなんですよね、この色が。ちょっと髪の毛を巻いて着替えますね。はい、こんな感じで完成しました。表参道なので白いニットで合わせてみました。いい感じじゃない？はい、今から表参道に撮影に向かいます。
はい、表参道に着きました。めちゃくちゃ人多い。今日平日なのにさ、だからめっちゃ人って感じです。やばいです。まず1軒目ね、アミパリスっていうブランド知ってます？ポップアップイベントが今やってて、2階がアパレルなんですけど、2階がね、カフェが併設されていて、期間限定なんで通常動画撮らないんですけど、ショートはもう上がってると思うので、よかったら動画見てください。めちゃくちゃ可愛かったですよ。先行発売されてる商品とかもあるらしいので、気になった方は行ってみてください。ただむちゃくちゃ並びました。私11時半に着いて、商品受け取るまでに1時間かかったので、めっちゃ待ちます。並ぶ覚悟で来れる方は来てみてはいかがでしょうか。じゃあ次の店に向かいます。続いてはですね、クレープ屋さんに行きたいと思います。人多すぎてやばいので、上カメラ無理そうやな。やばいやばい。おしゃれな街でこんな盛れてない格好で撮るのめちゃくちゃ嫌なんだけど、本当にね、人が多すぎてちょっとカメラ回しづらい。表参道も海外の人めちゃくちゃ多いよ。海外の旅行ツアーみたいな人とかもだし、最近日本やけどさ、本当にさ、外国人増えすぎて、日本じゃないもんね。日本なのにここ日本はね、乗っ取られてるよ海外。クレープとエスプレッソとっていうお店ですね。ここ行きたいと思います。クレープの種類がいっぱいあって美味しそう。はい、買ってきました。クレープです。ちょっと人が多いから売り気味でごめんね。いただきます。生クリームがしっかり甘くて美味しい。はい、マスカット美味しい。すごいね、お客さんがめちゃくちゃ多い。ずっと行列って感じ、絶え間ない。上の方に結構生クリームびっしり入ってて、中に行くとクリームが入ってるって感じかな。生地は薄くてパリパリしてるやつが、こう何層にも重なってるって感じ。うん、シャインマスカット入ってんの上だけかと思ったらさ、中にも入ってた。わかる、急に出てきたな、シャインマスカット。やっと数えた感じ、5、6個はシャインマスカット入ってんじゃないか。はい、次のとこに向かいます。いや、いいね、ここの景色。表参道って感じ、めっちゃいい景色。今日ちょうど天気がいい日かな、涼しい、ニット1枚でちょうどいい日感じでございます。次がね、何屋さんって言ったらいいのかな、ユーフィーユーカフェみたいなお店なんですよ。いろいろ調べたんだけどね、なんて言語化していいかわかんないんだけど、めちゃくちゃ美味しそうだったんで行きます。エルメスですね。エルメス過ぎ去った後はヴィトンがありました。すごいキラキラ。ホリデーシーズンになるとハイブランドってすごいキラキラして見えるよ。そろそろ着きそうなんだけどな、どこだろう。あった、ここか。あ、ここだ。やり現れた。バリゲットさんっていうお店ですね。ビールのテイクアウト専門店です。こんな感じでね、いろいろメニューが豊富ですね。ミヌプリッセってやつがルフィーユみたいなやつです。中入ろうかな。買ってきました。めちゃくちゃ美味しそうだよ。イートインスペース空いてたので店内でいただこうと思います。いただきます。ミルフィーユ、ミルフィーユをコンパクトにしましたって感じ。外がね、香ばしく焼き上げたパーム生地のパイ生地で、中のクリームはね、あんなに甘すぎなくて、イチゴの酸味といい感じのバランスが取れた甘みって感じかな。これ生地がめちゃくちゃ美味しいわ。人気の理由が分かって美味しいわ。香り付けで洋酒を使ってるらしいので、子供は食べれないかな、多分。東京はここだけなんですけど、京都と福岡に店舗があるらしいので、ぜひ行ってみてください。
次の店行くためにね、移動してたらプラダのコスメのショップを見つけてしまった。かわいい、かわいいね、素敵。はい、そして続いてはですね、グリークヨーグルトのお店に行きます。多分動画でグリークヨーグルトのお店行くの初めてじゃないかな。私自身食べるの初めてなんだけど、9月にオープンしたばっかりで、韓国で一番人気のお店が表参道にオープンしたみたいなので、ちょっとそこに行きたいと思います。来ました、グリークデイ表参道っていうお店ですね。入ります。はい、届きました、グリークヨーグルト。いただきます。初めて食べるから他の店と比べることはできないけど、普通に美味しいと思います。添加物が入ってなくて新鮮な食材だけ使ってるみたいですね。だから人気なの。果物の素材の味がしっかりするって感じ。参道に行ったことある人だったら分かると思うんですけど、表参道ってさ、たまにさ、とんでもない爆美女が現れるやん。インスタで出てくる爆美女ってこの世に存在しないと思うんだよ。でもなぜか表参道だけはこのようなものとは思えないぐらいの爆美女が現れるって、私の目の前に今その爆美女がいるのに、どうしよう、めっちゃドキドキする。ただ全体ぐらいですよ、ビジュアルとか。ビジってさ、骨格が違うよね。足は骨みたいに細いし、顔さ、こんなのここは綺麗と思って、続いてがですね、メンチラシっていうお店に行きたいんですけど、お昼3時過ぎてるのにめちゃくちゃ並んでる。やばくない？列並ばしてもらってるけど、ほとんど外国人。すごいね。何分かかるかわからんけど並びます。メニュー表なんですけど、結構種類多いかな。でね、カルボナーラってやつが美味しいらしいんで、それをね、食べたいと思います。結局1時間ぐらい待ちました。近くまで。どうかな。どんどん来ました。めちゃくちゃ美味しそうだよ。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。カルボナーラうどんって感じなんだけど、胡椒が効いてる。さらしいよこれ。これ今日一うまいです。ダントツで圧倒的にうまい。1時間待ってよかったと思う。に向かいたいと思います。実を言うとですね、さっきのカルボナーラ食べた後が夕方の5時ぐらいになってて、今から行くお店が営業が17時まででラストオーダーが16時20分だったので、ラストオーダー終わっちゃってたので入れなくて、別の日にまた来てます。2日かけて撮影してるから伸びてほしいな、この動画は。今から向かうお店がですね、フレンチトーストがめちゃくちゃ人気のお店みたいで、 TikTok でね流れてきたの見て、めっちゃ行きたいって思ったので、ちょっと行きたいと思います。ちょうどね、青山学院大学のすぐ近くです。この辺初めて来た。じゃあのチャカドーさんに行きたいと思います。このね、フレンチトーストが美味しそうなのです。
スタースター届きましたね。めちゃくちゃ美味しそう。だってね、ナイフを入れたらね、ストンっていくの。もう力入れなくても切れる。ふわっふわ、ほんとふわっふわ。本当にプッチンプリン食べてるみたい。それくらいなんかね、プルンプルンない。やばい、これペロッといけちゃう。アールグレーティー頼んだんだけど、極品があるお味です。いいとこのアールグレーティーの味がする。カルボナーラもめちゃくちゃ美味しかったんやけど、こっちもすごい捨てがたくて、どっちを1位にするかすごい迷う。味はこう捨てがたいんや。もうカルボナーラの店はマジで待ち時間が長いから、そこがやっぱちょっとマイナスポイントかなっていうのはあって、それ以外はもう完璧。店の人の接客もいいし、味も美味しいし、全然もう5点満点中5点あげてもいいぐらいめっちゃ美味しかったんだけど、ここもね、味は本当に春ぐらいマジで美味しくて、お店の雰囲気もいいし、ここはね待ち時間なく入れました。平日の昼過ぎなんだけど、席はほぼ満席って感じかな。私1個すごい気になったのが、トレーがね欠けてるの。ここね、ここがね、私結構こういうの気にしちゃうタイプなんよね。私学生の時飲食店でバイトしって、食器とかねトレーとか少しでも欠けたら欠けせんといけんくって、欠けてるものを使ってると失礼に当たるみたいな感じのことを言われてた記憶があって、だから私個人的にこういうの気にしちゃうタイプです。はい、ここがマイナスかな、強いて言うなら。今回の表参道グルメナンバーワンはカルボナーラかな。で、2番がこのフレンチトースト、3番がミルフィーユかな。あれは美味しかったです、本当に。こういうおしゃれな街ってさ、値段が高いだけで味そんなにないんじゃないって思いよったけど、全体的にちゃんとクオリティ高い。どこちゃ言わんけど、東京のとある食べ歩きスポットはさ、映えが目的なだけでさ、クオリティ微妙みたいな店が結構多かったりするんだけど、全然そんなことない。映えもクオリティもよしって感じ。まあ高いけどね、どっちか。食べ歩きスポットって現金しか使えませんってところ結構多いの。谷中銀座商店街とかそんな感じだったかな。表参道は逆にキャッシュレスがめちゃくちゃ進んどるけん、現金使えませんっていうお店も逆にあったりするから、支払い方法は事前に確認してから行った方がいいかなって。はい、改めてごちそうさまでした。表参道良かったよ。表参道でご飯を食べたことがなくて、おしゃれな店に入るのってさ、結構なんか躊躇したりとかするやん。今まで来たことなかったんだけど、今回来れて良かったです。どれも美味しかったし楽しかったし。こんな感じでね、東京のグルメだったり旅行動画とかを撮っておりますので、次回の動画もぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです。来週が生配信でしょ。でその翌週が動画を上げるんですけれども、おーってなるところに来ますので楽しみにしててください。ありがとうございました。